じゃあ黒瀬さん、あの勤続年数教えてください。約7年ぐらいです。約7年ぐらい、はい、はい、じゃ あ、 あのお仕事の内容は何担当ですか？内容は、プランナーとヘアメイクと、あとはあの営業にも所属してます。3つ、はい、はい、じゃあなぜこのお仕事選んだんですか？あ、もうこれはもともとヘアメイクがしたいと思って美容師を経験して岡山戻ってきたんですけど、戻ってきた時にもうフィーリングを結構私大事にするタイプなんですけど、フィーリング、面接の時のフィーリングで、あ、もう社長夫婦に、あ、この人と一緒に仕事がしたいと思ってたのがもう結構大きな決め手で、今ここにいるっていう感じです。なるほど。じゃあそのお仕事してての一番のやりがい教えてください。一番のやりがいはなんかこう結婚式やった後にやっぱりこうやってよかったっていう風に言ってもらえることを、なんか一歩踏み出せたとか、こうそういう風に新郎新婦の2人と家族とをこうなんて言うんでしょうね、少しでも1ミリでもこう動かせた時に、あ、なんかよかったなっては思います。その時も一番やりがいがっていう感じます、うん、そうですね、そうですね、チームとしてみんなでやってるんで、そこがなんかこうなんだろうな、2人の人生の中のこういいプラスのきっかけになってくれた瞬間、動き始めた瞬間っていうのがやっぱり嬉しいかなって思います。そこに携われたっていうのが。じゃあ新郎新婦とチーム、そして会社のスタッフとのチームっていう、うん、あ、そうそうです、うん、チームで仕事をこう結婚式をした時にそれがこうお客様がやってよかったってつながった瞬間にやっぱ嬉しいなって思います。わかりました。じゃあ最後に今頑張ってること、もしくは目標を教えてください。そうですね、今頑張ってることそうですね、まあ、でもなんかそのなんだろうな、母になったのでやっぱりこう母目線だったりとか、うん、なんかこう必ず人の、その2人のためにもそうだし、そのちょっとこうチャレンジ、チャレンジやってみて、こうなんだろうな、ぶつかってみたりとかして、なんかこう人に対してチャレンジすることっていうのを今は結構こう忘れないようにはしていて、っていうのはお客様にもそうだしスタッフに対しても何かこう心を助けられたらいいなっていうところで、なんか人に対してチャレンジするっていうのを今はなんかこう日々目標にというかでやってます。はい、じゃあもうこれからもその素敵なね笑顔で元気いっぱいな黒瀬さん楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、頑張ります。